あんまりね、パンツと蹴りのミットを分けすぎるのよくなくて、あのパンツと蹴りで構え変わっちゃう人が結構いるんですよ。パンツの時はこう、クラッチの側で蹴る時はこう、アップライトになる結構います。なので、1ラウンドぐらいパンツと蹴りミックスした練習をするといいと思います。うん、例えば、よくやるのが、今だったら、ジャブ打って、ほら、回し蹴りとか。あと、ストレート。フックで、その辺り基本になりますね。距離感を意識するのが重要で、パンチをこう近くで打っちゃう、近くで打っちゃって、ここからミドル打つと当然近いんですよね。バッと殴られて倒されちゃうんで、パンチの距離はまずちゃんと大きく取って、そこから蹴るんですよ。一つ大きなポイントになります。相手がね、どういうサウスポーなのかオーソドックスなのかよくイメージして蹴ってください。自分がサウスポーの相手がオーソドックス、逆の場合は中心から離れるように打って、そこから蹴るのが基本になります。オーソドックス同士、サウスポー同士の場合だと、こっち蹴るときだったら、ミドル、そしたら、横に外れて蹴るとか、左ミドル蹴るときも、こっちに取れながら蹴る。よくイメージしてね、蹴ってみるといいと思います。ちょっとパンチと蹴りを連動させる。手が出たら蹴る。手が出たら蹴る。で蹴ったら、次に殴る。これを意識して、体を動かしていくようにしてください。それと、組み立て結構出やすくなると思います。やってみてください。おはようございます。おはようございます。おはようございます。